基本的にヘビーメタルバンドのウィザブなんですけども、メロですとかね、スラッシュとかね、ですとかっていろんな呼び方があるんですよ。今日は久しぶりにサンクチュアリに出させてもらってます。普通はね、いつもは新宿とかね、池袋とか小岩とか、まあ、もう少し山手線とか、ね、あの辺でやってるんだけど、今日はね、久しぶりにこうっていうのがあるんだけど、新しいメンバーとしてね、ベースの河合が今日初登場だね。今日も気合入れて打ち合わせたんだよ。